うわーって言って嘘でしょと思って確かにすごいなんかアピールしてきて木戸あかりちゃん双葉役のあかりんとかが緊張してろよって言ってました。スペシャルゲストのお二人に登場いただきましょう。どうぞ。おお、何どうしたの。それやるなら言ってよ。びっくりしたよ。やっぱちょっと守ってかなきゃいけないからと思って。向こうの皆さんね。朝の太陽役を演じております川島礼二でーす。会場の皆さんよろしく。もう来てくれたの。みんなありがとう。こんにちは。来てくれてありがとうございます。配信の向こうの皆さんもよろしくお願いいたします。夜桜むつみ役の本戸カエルです。よろしくお願いしますよろしくお願いします。はい、あのまずはちょっと川島さん登場の仕方から、すごい登場の仕方しましたよ。もうすぐ台本にないことやりたくなっちゃうんです、はい、ね、みんな見えましたか。見えなかった。見えなかったですよね。ちょっと見えたりもしたのかな、ね、見えなかった、ね、まあ、あの配信アーカイブ残るのかなカメラ終えてたのかな、分かんないけど、スパイ張りに、そうなんていうんですか、あの前転しながら、前転しちゃったね、このマイクをあのマイク当てないようにね、はい、武器に見立てて、ま、あ、そうね、はい、まだできたね、前転ね、前転ね、うん、自分が演じるキャラクター以外の方々の印象に残ってるのとか、うんうん、見どころとか裏話とか何かありますか。ちょっと聞きたいなと思うんですが、どれにしようかないっぱいあるんだはい、そうっすね、はい、やっぱね、京一郎を演じてる小西さんのね、はい、一番最初の入りからそのよくよくね、このイベントとかトークの時に話すんですけど、小西さんのやっぱ声の厚みがすごくて ね、すごい高音のところから第一声のところがね、京一郎入ってきてのところがあるんですけど、そんな高い音でそんな圧強くて、もうなんかすごいびっくりしちゃったんだでも本当にびっくりしてるみたいで、はい、私もびっくりはするんですけど、はいはい、なんかもう別の話数のアフレコの時でも、うん、小西さんにはすごい質問をね、そうそうそう、ずっとずっとずっとねしてますね、はい、なんかそういうね、コメントも記事で見ましたけど、うん、そうなんです気になって気になって、うん、気になって気になってだったりとか、まああとは、うん、松岡さんがね、演じる剣のね、さんすごいんですよ、アドリブでね、うん、なんかそのちょっとやられて吐けるみたいなシーンがあるんだけど、うん、はい、やっぱついに松岡さんの演技が見れるぞみたいなので、そのさっきのあーんってね、なんかね上がってくどかされた時のね、そうそうそう、兄さんにねあそこの1回アドリブがそのうわーって言ってそんなことあったんですか。そうなんですよ、嘘でしょと思って確かに、だから音で録音しているスタッフさんももう大慌てだと思いますよ。 そんな声出すみたいなこんなアドリブここで来るみたいな、なんかもうそういう本当に、はい、みんなノーマジでノーリミットで楽しんで、より原作からさらにこうパワーアップさせるぞっていう気概と愛情がみんなすごくて楽しいです。本当に現場は恵まれた素敵な方たちで、あとはあの七尾というあの末っ子がいるんですけれども、今日、はい、七尾さんはねいらっしゃいませんけども、はい、そうですね、で七尾さんも七尾さんの大ファンの、はい、あの結城葵さんも今はいないんですけど、はい、あの七尾演じる内山由美さんが、うん、あのテストではみんなで一緒にやるんだけども、あの七尾ってやっぱりこう声に加工が入るんですよ、バケツをかぶっているので。そうなんです、そうそうそう、そうなるわけですね。加工が入るということは、はいはい、基本みんなとは一緒に撮れなくて。そうなんですよ、テストではね、そうそう、一緒にね撮ったりするんだけど、ね、本番ではね全部別で本番ではもう入らないでくださいっていう、そういう別っていう指示をいただいていたりして、で内山さんはなんかけーみたいな一緒に撮りたいなみたいな、そう、なるほど、そういうことがあるわけですね。可愛らしい一面があったりもします。我々はね、なんとなくこう、うん、スタジオを見てみたい感じはありますよね。どんな感じで、めちゃくちゃ楽しそうだろうなって思うの。楽しいですよ現場。いやね、公開収録とかあるんかな。アフレコ公開アフレコ収録あんま聞いたことない聞いたことないよね。あったかな昔、あるんかな、ないのかな。
さすがにないから。ラジオは聞いたことありますけど ね、はい、ね、見てみたいですよ。確かにアフレコも、まあ、ちょっとずつ一、うん、人とかでの収録じゃなくて複数人で一緒に撮れるようになってきていて、うんうんうん、やっぱそれがすごくこのアニメやっぱ家族の作品なのですごく嬉しくて、そうなんだよね。でその分こうマイクワークっていうね、4本のマイクで例えば8人で収録しますって時とかは、うん、この人がこの番号のマイク行ったから次私入れるかなみたいな、うん、それをその場でみんなで読み合ってそれを自分でメモして覚えておいたりするんですよ。そういうマイクワークっていう動きが復活してきていて、はい、そこもまたね、はい、見てみたいですね。ぜひなんかそういうのね、すごいですよ。もうなんか先輩たちそんなもん、うん、絵見ながら台本読みながら他の人のやつやりながらマイクの距離とか考えながらっていうことですよね、とかもありつつ他の人の動きとかも、あ、今のとここっちの方がいいかもよみたいな、なんで僕の動きまで全部チェックすごいねみたいな。すごい、まあ、でも主人公とかその太陽みたいなずっと基本喋ってる人は、うん、あのもう固定のマイクみたいなものがあったりもして高さをもうそれように合わせてて、うんうん、だから残りの3本のマイクでみんなうわーって動いてじゅんぐりじゅんぐり、そうかつノイズを立てずにさささささってある意味夜桜系みたいな、スパイでねスパイみたいな感じで足音は立てないみたいな、音立てたら階段穴開いちゃいますから、ね、そう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 、はい、おおもありがとうございます。でその中で7尾は別の場所にいるっていう、そういうことですね。そうですそうです。いや面白い。ちなみにあの声優陣の皆さんと、はい、なんかグループラインがあるっていう話は聞いたことあるんですけど、 ありますあります今日もね、あ、そうなんですよ。連絡をしていまして、今日はね、うん、なんだっけ、うん、タクシーでね、はい、あの人数が多かったから別のタクシーで乗ってて、そうそうそう、それぞれで、そう、ちょうど隣にその信号の街でなったからさ、うん、そうそう、並んだんですよ、それぞれのタクシーが、はいはい、だから、そしたらピッて見たらすごいなんかアピールしてきてすごい、なんかもう僕はスパイモードでいますぜみたいな、でも聞こえないんですけどすごいやってて、あ、これは写真でも撮っとくかと思ってカシャカシャって、ね、写真撮って、それをあの家族に兄弟たちに共有しまして、ね、もうみんなが私たちも行きたいみたいな、そうスタンプもね夜桜さんあるから、そうそうそう、それで、ね、いいなみたいなのでね、うん、その七尾のスタンプとかもポンってかっこいいみたいな、そうそうそうユミさんがね、はい、藤山さんがその開けたやつをユキさんが七尾かわいいってもそうです、塩役のユキアオイさんは七尾のことが苦労しく好きなので本当に苦労しく大好き、大好きなんで、いや夕方の5時って、うん、本当になんかわかんない、なんか枠を抑えるのに金額が違うとかなんかそういうのよくわからないけど、うん、でも限られた枠じゃない、そうだね、やっぱりさその深夜だったらさ、もう深夜もさ、じゃあ22時から5時でさ、そのバイトするにもやっぱ値段が上がるわけですよ、 25% ぐらい、何言ってんのって話深夜料金みたいなね、んつまり、つまり日後という枠は本当に貴重だし人気枠だし それ相応の作品が入るから、つまり夜桜さんってすごいよねっていうことでしょうか。そうなの、あ、これからも頑張って通訳していきたいと思います。サンキューサンキュー終わった後とかによく緊張してたのって聞くと、はい、え、全然してないって、してないんだよね。だからあの木戸あかりちゃん双葉役のあかりんとかが、はい、緊張してろよって言ってました。逆にねそうだよね、はい、より素敵です、ね、今もその、はい、俺後ろの壁と同じ服の色してるわっていうのをずっと気になっちゃって本当だ、明るい同化し、ね、そのごめんなさい、そんなこと言って、すごい一緒ですね、ごめんなさい、すごい一緒、ごめんなさい、何の話でしたっけ、全然重要じゃないんで、あの次熱くなってきたな素敵ですよ、ありがとうございます。